今日は水かさあるね。これだからタイダルリバーは困るんだ。今何時だ。12時20分。今日は水多いからな、上流行ってもいいな。どうしよう、このまま引かないでほしいんだけど。あとすっげえミノ投げたい。ミノっていうかシャッと投げたい。14か15度か、まだちょっと微妙な。今4月の中旬ぐらい、やっと中旬に差し掛かったところか。しかしこの水量の上下はちょっと厳しいよな。江戸はいつもの一気に上流まで上がるか。それかこんだけ水量あるんだったら。15度だもんな。ハードルはやっと追い出す感じだもんな。利根川の水入った。利根川の水入った臭いかな。でもな、引くかな。移動してる間に引いたら嫌だな。でも水があるタイミングで行きたいな。しゃあね、上流行くか。水があるタイミングで上流行こう。やっかわ。あれ、あれ、そんなにあれですかい。上流は水があるってわけでもないですかい。あれって感じ。ちょっと出鼻をくじかれたというか。いや、これ引いた、もしかして。だいぶ引いちゃった可能性ある。私が上流に上がってくる間に。スモローをなんだかんだ言ってブラックバスには違いないから、割と硬い底質が好きなんだよね。あ、めっちゃ滑りそう。砂がめちゃくちゃ滑る。ここ関東の土ってなんかこう粘土じゃないんだよな。そこら辺がちょっとな、いつも思うけど、なんというか砂なんだよね。なんでもう江戸川も、まあ多摩川は若干そこ石だったりするんだけど、江戸川は基本的にもうそこは砂なんだよね、どこもかしこも。今まだ田んぼのシーズンが本格化してないけど、そろそろ4月の後半になってくると、ここら辺田んぼのせいでかなり水が濁ってくるんだよね。このシーズンだけ利根川の、多分田んぼの用水のために利根川の水を引き入れてるんだろうけど、一番最初のこのシーズンだけ若干綺麗な水で、あとは淀んでるっていうのが江戸川の常だけど、いなかったらハードルは、まあ2時か。どうしようね、風強いからな。水が当たる方向にはいないか、さすがに。そしてちょっと水かさ増したといっても、ここ歩けるぐらいなんだ。まだか、スポーニング。さすがにこれ利根川の水だよな、こんだけ水量があったら。流れ早いし。あ、つけちゃった。冷たいな。全然スポーンまだだ、これ。15度いってないぐらい。いいね。移動しますか。もうコリクロー君で。フックサイズはちょっと小さめだけど、まあいいでしょう。大丈夫でしょう。多分。この気候だと人間ばかりが躍起になって出てくるけど、まあでも想像しちゃうもんな。こんだけ暖かかったら水温も上がってるだろうなと思っちゃうもんな。実はそう上がってないっていうね。いなくなっちゃったっていうよりかは、食わないっていうか、場所が変わった感じがするな。エリアが違うな。エリアが違う。前と対して変わんないのか。じゃあ、いや、前の方がまだこんなに水流れてなかったから15度はあったのか。いないか。いないな、この感じ。ここもいないか。ここもいないね。ちょうど落ち込むんだけどな、ここで一旦。これでいなかったらエリアがマジで違うぞ。ほー、あれ追ってきた今。なんか追ってきたぞ。ボトムじゃない可能性が出てきた。今追ってきた気がするんだけど。魚が。そんな大きくはなかったけど。ボトムじゃないんだけどな。ボトムじゃないっていうのはなんとなくわかるんだけど。よいしょ。脳進化っていうかなんか、めっちゃ早い動きに反応してたけど。ミノ？ミノかい？
よいしょ。は？お前。綺麗なシーバスですやん。マジか。ここまで登ってんの君、今もう。よいしょ。うっそー、ここまで来てる？もうマジで。あら、まあ綺麗な綺麗なシーバスちゃん。最近縁がありますね君。よいしょ。水門開けすぎここまで登ってくるか。マジか、ちょっと衝撾。いや、わかるけど、利根川もこんぐらいの距離なら全然シーバス入ってるのはわかるんだけど、ちょっと違うなーって嬉しいけどね。どうする？愛フル。あ、やばい、そこやってきてる。1メートルないな、やっぱな、ここな。オッケー、移動しましょう。わ、いっぱいいるね。うんうんうん、若干変わりがやっぱり水があるんですね。あ、眩しい。偏光レンズつけてくれなかった。眩しすぎる。あ、やっぱこっちは水なんだな。シュン。抜けた。クソ。来た。多分シーバス。どうだ。なんだ。え、何？え、何これ。ほら、シーバスだ。これボイルしてんの全部シーバスだな。いや、利根川からじゃなくてやっぱ上がってきてんだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あれ、外すペンチがなくなってる。なんで？どっか置いてきちゃった？置いてきたかもしんない。あ、やばいやばい。よいしょ。こういう時期あるよな。はい、シーバス。なんかたまにこういう時期あるよな。なんかペンチ俺落とした？どっか多摩川に置いてきたかな。スモルちゃんはどこ行ったんですか。多分浮いてるの全部シーバスだな。もう進化きついし、投げれるものもないし、いや、ヘビダンぐらいしか選択肢ないぞ。マジでヘビダンぐらいしか選択肢がなさすぎる。どうしましょう。もうやるしかないか、ヘビダンで。さてさて、よし、乗ったと思う。シーバス？また。あ、違う、スモールだ。よし、ちょっと、はい。いたね。お、しかも、やっと。お、スポーニング中だ。プリプリ、プリプリ。やっとスポーニングかい、君たち。はい、スポーニングバス。プリプリ。ありがとうさん。さて、水温測っとこう。え？ 17 度ある。17度あるぞ。バイト、
バイトしてた。帰ろっか。よし、帰ろう。なんかもうちょっと頑張ればいっぱい釣れた気がするけど、頑張りが足りんかったな。